皆様こんにちは高森町防災館の大久保です今日は台風の備えとしましてこれから台風の季節となりますのでその場合の備えについてお話をしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますこれは台風の備え5箇条と言いまして5つ列記をしております この五つのこと柄について一つ一つま簡単に説明をしていきたいと思います。まず家のお外の備えを行います。これは物干し竿や植木鉢など強風で飛ばされる可能性がありますので、雨風が強くなる前に家の中へ入れておきましょう。また側溝や 排水口に落ち葉などが溜まっていないか確認し掃除を行いましょう水が溢れて浸水する可能性があります窓や網戸はしっかりと鍵をかけ必要に応じて補強をしましょう風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり屋内へ収納しましょう 次に家の中への備えを行います物が飛んできて窓ガラスが割れることを防ぐため雨戸やシャッターを下ろしましょうまた窓の鍵を閉めカーテンも閉めましょう窓ガラスによる飛散防止フィルムを貼ることもできますもし割れた際には室内に破片が飛び散るリスクを抑えることもできます また台風で停電や断水が発生する可能性があります台風が来る前にスマートフォンやバッテリーの充電や懐中電灯などを備え電池が入っていることの確認をお願いしますそして飲料水を確保しましょう浴槽に水を張って生活用水を確保するなど水の確保をしましょう また非常用食品、レトル食品や缶詰、また缶パンなどの準備を行ってください。次に避難場所の確認を行います。避難場所として指定されている場所への避難経路も確認をいたしましょう。そして動きやすい服装や荷物は最小限度にします。 リックを背負うなど両手が使えるようにして行動をしてください。次に気象台が発表する台風情報を随時確認をしてください。気象台では台風の影響が考えられる場合や雨などようにより重大な被害がの発生が恐れられる場合には台風情報を発表しますのでテレビやラジオ また気象台のホームページなどから最新の情報を入手してください、えー、次にえ台風接近中は危険な場所に近づかないということです、えー、不要不出な外出を控え危険な場所には近づきません特に夜間は視界も悪くリスクが高いため外出はしないようにしましょう えー、そして、えー、田畑を見に行くまた屋根の上に乗って作業をする川の様子を見に行くなど危険な転落事故とか発生しておりますので、えーまあ、日頃安全な場所と思われても油断せる危険な場所に、えー、むやみに近づかないようにしてください。えー、最後に、えー まとめとしまして、ま台風は毎年のように日本に襲来し、極めて大きな被害をもたらしております。台風の接近が予想される際には、台風情報に十分注意し備えることが必要です。ニュースなどで予測進路を知ることができます。こまめにチェックを行って、台風が接近する前に早めの対策を行ってください。 また、台風通過後は急に晴れ間が除くことがありますが、つい安心ししまうことからありません。しかし、土砂災害や電線の破損など危険が沈んでいることがあります。安易な外出は禁物です。まず、自宅周辺の被害情報の確認をお願いします。今後も気象情報に十分注意し、台風に備えてください。 以上で、えー、台風についての備えについてのお話を終わります。